はい、こんにちは。リジェクターで9点です。お久しぶりでございます。こないだ、いつでしたっけね。前の動画が、バージョン 4.5 の、4.5 の前期ですよね。ということで、ボス戦でですね、フリーザみたいなやつ、あれを倒そうと思って、まあ、見事に全滅して終わったんですけども、まあ、結局、あれですね、難易度設定、ボス難易度設定を、調整できるまでに、倒そうということでやったんですけども、まあ、見事に全滅をいたしまして、もうちょっとだったんですけどね、あれで、なんて言いますか、この、すいません。なんて言いますか、まあ、結局、日付が変わってですね、ボス難易度設定、弱いにして、まあ、倒して、バージョン 4.5 の前期、あれは終わったんですけどもね、あれから、まあ、やってなかったですね。あれがいつでしたっけね。3月くらいじゃないか。ちょっと前ですけど、あれから、まあ、ログインもあまりせずにですね、ツールはやってましたけどね。ということで、ツールも、何て言いますか、レベルじゃないな。元気チャージか。元気チャージは溜まって、メタペア招待券とか、メタル招待券、メタペア招待券という感じで、まあ、溜まってますんで、この今回のですね、バージョン 4.5 後期ということで、いよいよバージョン4も終わりということなんですけども、まあ、これはあれですね、レベル、とりあえずと言いますか、レベル上限解放、レベル110と、これだけはやってみようかなということで、このクドゥスの泉に来ておりますが、まあ、これも結構ボスが強いみたいですね。で、今ここ来てますけど、また戦いをしてですね、まあ、戦いに勝利したらレベル解放するという感じなんですけれども、とにかくですね、ドラクエ10やってなくてですね、ちょっといろいろ忙しくてですね、仕事だけではなくて、なかなかこうテンションが上がらなかったんですけど、まあ、とりあえずまあ、ハルビリさんでやってみようということで来てますけども、あとはあれですね、防具の方も買ってませんし、一個前のあれで、方で、お金も当然、ゲームやんないとたまらないですからね、やってないんですが、まあ、防具はまあ、ぼちぼちでいいかなって感じがしますけどもですね、まあ、とりあえずバージョン4で、こいつですね、浄化の玉ねぎ、これをまあ、倒すという感じですね。ということで、これはまあ、分身というかね、ベロベロマンでしたっけ、あんな感じですよね。では、適当にちょっと、戦闘して、まあ、途中でカットすると思うんですけどもね。で、まあ、アカウントも2つあるんですけども、なかなかこう、今こういう状態で、ハルベイさんで精一杯という感じなんですけどもね。まあ、メタル迷宮も随分溜まってますんで、ただ、モンスター牧場もやってないですから、あんまり溜まって、まあもう元気チャージだけって感じですかね。まあ行って、やりたくなったらやってみようかなって感じでね。他のキャラクターも全然手つけてないんですけども、マキちゃん天地とかもね、現場のレベルも確か前回のアップデートで上がってるはずなんですけど、やってないですね。で、バージョン5がまあ出るんでしょうけども、これまたバージョン4が出る前にも言いましたが、やるかどうかはちょっと今のところは未定ですね。とか言いながら、まあやるのかもしれないですけど、まだ同じことを言いますが、当時と。これで、まあ倒して、ちょっとカットしましたけど、戦闘は。
盛り上がったらまあやるんでしょうねって感じですけどもね、ちょっとなかなかこう忙しくてですね、なかなかこうゲームをゆっくりとっていう感じでもないんですけどもね。ということで、ここでまあ報告をしたら、レベル110になるということで、タニアさんじゃないな、レジーナさんの道具鍛冶職人、レベル50以上解放もやったんですけど、まあ、それまあいいかなって感じでね。今回のアップデートは話が戻りますが、マイタウンが目玉らしいですね。とてもいろんな機能が増えていると。街に入ってもですね、ちょっと見ましたけれども、結構、なんて言いますか、旅の扉が増えてたりとか、あとこういう髪型がまた追加されたりとか、見ましたけど、動画に上げないところで、まあ、ハルベイさんはこのヘアスタイルなんで、まあ、カラーリングもね、ちょっと微妙な感じしますね。自然な感じがいいと思います。どぎついカラーになっちゃいますからね。ということで、毎日忙しく過ごしてますが、ドラクエ10もですね、ぼちぼちという感じで、たくさん人がやっぱり、これアップデート当日ですから、たくさんいますね。皆さん頑張って遊んでますが、まあ、ちょっといろいろやることが多いので、リアルの方はですね、またドラクネってんの方はぼちぼちという感じで、まあ、ハルベリさんでちょっと精一杯かなって感じがしますね。ただ、あっちのヤームさんの方のアカウントは、ちょっとあんまいじってないですけど、レジーナさんちょっとやったって感じですかね。いう感じなんですけれども、まあ、ゲームですから、やりたくなったらゆっくりと楽しみながらやりましょうという感じでございます。また、動画の方もですね、面白いネタを見つけてやりたいなーとか思ってます。こんなとこでは母ですかね。誤爆しましたね。ということで、そろそろ失礼したいと思います。